よいよセミファイナルを迎えましたが、須山さん、はい、ここに高道の子が入るったら豪華ですね。まあ、おたたの代表コンビということになりますが、まあ、あと一つ注目なのは今高選手があんまりあの女子との、はい、あの対戦の機会が最近は少ないので、まあ、青選手はかなりこれめったないチャンスですね。そうですよね。まあ、あの青コーナー最後はイケメンタイプになったら勝利しますけど、イケメンなんですか、女子も含めて言ってます。あ、なるほど。さあ、その中で決めました決めました決めました。決めました。その後は福原さんと石野さんと戦いたいとそう話しておりました。それがついに実現したことであります。全くタイプ違う2人ですね。そうですよね。さあ、どう戦ってみせるのか。勝又もコーナーに控える加穂も石野さんとやりたいとそう話しておりました。そこになんとなんと中堅高見忍が入るという豪華な一戦となったわけであります。さあ、腕をまた殺しにかかる勝又俊馬。勝又にとっても石野さんもそうなんですが、高とやるなんてな、はい、とにかく大チャンスですね。そうですね。まあ、遠くに切って腕をひねってハンマーロックの体勢、腕を逆に取ります。さあ、ここからどう出るか繰り返していく石野瀬であります。久々この新築レースに戻ってきました。アスカプロジェクト代表のこの石野瀬であります。勝又選手も結構あの、はい、デビュー当時に比べると体重増えたんですが、やっぱりこうやって組み合うとね、はい、下回りぐらいはしますね。ここで高が入りますか。さあ、はい、これは注目ですね。はい、入ります。大阪の道のりになります。もちろん経験があるわけで、この高道のりに対しまして加穂はどういったプロレスを見せるんでしょうか。さあ、さあ、ちょっと崩れて強引に持っていった赤穂。ちょっと打ち続けていきたいですね。そうですね。赤穂はどうなるか。さあ、これも初体験。そうですね、ツープラトンで乗っていきます。さあ、ワールドワイドの道のりに対しまして、お、さあ、止めるクラッチ正面から赤穂が捉えた。ラジオを捉えました。見つけていく。さあ、今度は先頭
戦メンバー、高道之く顔面への攻撃、ちゃんと繋げられます。やっぱりですね、締め上げる、締め上げる、バンデチューのリングの中央嫌がる攻撃を相手しております。この高道之くであります。引っ張り込んで出しても顔面への攻撃をする。ゴスケが、ゴスケがあっという間の5分でしたね。そうですよね、今年は平良も良かったんですが、ここにしてやはりこの車掌が篠瀬、高、いい攻撃を見せています。そして篠瀬が中に入って、さあ、カホに対してはどう出るか。カホ、この苦境をどう出して見せるのか。1点離れる。さあ、ここでだ。ブロックしているも、どこまで引いているのか。Come on!
逃げました。危なかった。ちょっと返せないからね。調子ではまずそカット来ないと返せない。あの逃げられないですね。高さを抑え込みながら、ガホが取る。ガホが飛ばす。スボールバックして、もう一度ガホが取ろうとする。カウント2。いやだ。もう勝つで。Yeah.